ジェイカーメン。家族が英雄スマホを持った。ザックが現れた。なぜだろう。家族がスマホ。ザックがなぜだ。スマホザックなぜ。一緒でお得。ジェイコムであの英雄スマートバリュー入れます。なぜ。目が覚めるとザックになっていた。落ち込んだ。踊ってみた。働いてる。ザックのくせに。ザック、インターネットもケーブルテレビで。夢か。ジェイカーメン。家族が英雄スマホを持った。ザックが現れた。なぜだろう。家族がスマホ。ザックがなぜだ。スマホザックなぜ。一緒でお得。ジェイコムであの英雄スマートバリュー入れます。なぜ。目が覚めるとザックになっていた。落ち込んだ。踊ってみた。働いてる。ザックのくせに。ザック、インターネットもケーブルテレビで。夢か。さあ始まりました、ウラン生スパスペシャル。本日は東京スカイツリー内、東京ソラマチにあります J コムワンダースタジオからお届けしていきます。本日の司会は私、爽やかゴロです。ありがとう。うわ、3年ぶりぐらいに拍手された。あ、本当ですか。いつも大ブーイングだからさ。やめてやめてください。はい、ということで本日の主役はもちろんこのメンバーです。どうぞ。せーの、スマイリーです。よろしくお願いします。じゃあリナップから自己紹介。はい、365日笑顔がある14歳の勝里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、笑顔のカリスマ、ゆえぶの隙間、ゆえぶの隙間から見つけた中学2年生14歳めいめいこと戸村めいみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、18歳の福田香音です。よろしくお願いします。イエーイ。スマイレージのリーダー和田彩香です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、アイラブベースボール、野球しか愛せないぜ。中学3年生15歳、竹ちゃんこと竹内あかりです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、以上のメンバーです。何ですか、私忘れてますよね。待って、みんな私自己紹介してないです。ごめんなさいね。お願いします。はい、毎度今日も皆さんのこと癒すで。中学3年生じゃなくて15歳のカノナンこと中西カノです。よろしくお願いします。ごめんね、お決まりで、はい、お決まりでね、はい、やらせてもらいました。はい、さあということで期間限定でね、この生スマ配信されてきましたが、はい、今回はですね、裏スペシャル版として、はい、お届けしますよ。はい、いかがですかこのスタジオ。いやー、近いですね。近い、ね、今日はね、お客様も特別に何人か入ってるんですよね。はい、だけなんですよね。20名様をね。素晴らしい、すごい。ありがとうございます。こちらスカイツリースタジオっていう、ね、あれでございますけど、スカイツリー来た方います？ついこの前来ました。あ、本当。はい、どうでした。楽しかったです。楽しかった。もう今日も今抜け出していきたいですね。やめてください。本番中ですよ。はい、カナナは私は中に入ってないんですけど、うん、目の前まで来て写真を撮って帰りました。あら、よかった。登ってみたい。登ってみたいですね。いいよね。一番上まで行きたいです。うん、いつか一番上で放送してみたいね。はい、楽しそうだね。やってみたいございます。はい、さあそんな楽しい雰囲気のスマイルジェン6人ですが、今年の5月にはついにメジャーデビュー3周年を迎えます。イエーイ。はい、早いですね。3周年でございますよ。早い。カニオンもう3年目ですか。4年目になるのか。なるんですね。ねえ、でもあれですよ、ハロープロジェクトではジュースジュースというね、はい、新ユニットもできまして、はい、今下からガンガン来てるんじゃないですか。そうですか。いや、え、平気ですよ。平気。いやいや、もう宮本かりんちゃんなんか勢いすごいんじゃないですか、はい、今ジュースなんて飲んじゃうもん。飲んじゃうも終わりじゃない。そうそう。え、スマイレージは食べるんですよ。そう、スマイレージは食べる。もうでも向こう平均年齢なんてめっちゃ若いよ。別に若いとか関係ない。そんな変わらないですか。何歳なんだろう。本当？全然あんまり変わらなかった気がするんだけど。和田さんとか福田さんと同い年の子もいますし。そうなんだ。こっちの方が全然負けないと思いますね。え、じゃあどっちの方が団結力とかあるの。こっち。そ
ロ団結力ある？はい、ゼロありません。本当？はい、はい、スマイルエイジ団結力あるなら、じゃあ僕今から言う質問に対してみんなやっぱ同じ答えが来る。はい、全然余裕です。もう超余裕、当たり前、当たり前です。本当に余裕。じゃあ今スマイルエイジの目標をせーのって言ってもらいますよ。せーの、一人ずつ。いや全然違う、全然違う、バラバラだったよ。でもなんつったの、カナナは。ダメだ、その時点でダメだね。いやでもジュースジュースでもこんな一気に揃わない、揃わない。あ、揃わない、はい、誰もできないこんなの。まあね、じゃあとりあえずね、やっぱもっと、はい、3年目と4年目ですか、はい、なっていくということで、はい、団結をしてもらいたいということで、はい、今回は、はい、テーマズバリ団結でございます。はい、団結、団結。はい、その団結をテーマにした企画をたくさん私たち用意いたしました。わお、はい、さあということでですね、まずは視聴者からスマイルエイジへのツイッターで、ご意見を募集したいと思います。17年前から動かない。そうですね、ちょっと更新してみましょうか。固まっちゃった。更新して、どうだろう。えっ、おっ、来てます、来てます、カナナ、あ、来てます、来てます。はい、ですね、ハッシュタグは裏生で、ハッシュタグ裏生でございますね。はい、出てますね。いつもの通りスマイルエイジも一緒に入れてくれて構いません。皆さんガンガンツイートしてください。よろしくお願いします。さあ、そしてハロプロ名言集テスト、はい、そんな企画も用意しました。そして生即興アクタートレーニング、はい、こういう企画もあります。そしてさらにスマイルエイジのニューシングル旅立ちの春が来たのスペシャルコーナーもありますので、皆様お楽しみにということでございます。そしてもう一つ、皆さんにの横にあるこちらをご覧ください。はい、なんだこれは。はい、なんだ、読める。チャレンジ634。はい、634って、これ、なんだと思う、リーダくん。はいはい、あ、じゃあ、どうしよう、かる。スカイツリー。そう、スカイツリーの高さでございます。ということで、今回はチャレンジ634ということで、団結ノート、はい、こちらにですね、一人ずつ交代で団結という二文字をただひたすら書いてもらいます。はい、得意なんですよ。あの、めいめいの漢字ノートやってあげたんですよ、私。ほう、あ、そんな漢字書くの得意。はい、夏休みの宿題。めいめい、それは人にやらしちゃダメなやつですよ。これダメです。もしかしたら学校の先生も見てるから言っちゃいけないやつですよ。ダメですよ、それはめいめいね。はい、まあでもね、これを団結という文字を6人が交代交代で書いていきまして、はいはいはい、そう、先ほど言いましたスカイツリーの高さ634にちなんで634個の団結を書いてもらいます。はい、番組中に書いてくれたら皆さんの団結は絶対深まるという。おということで、皆さん大丈夫ですか？はい、頑張ってもらいたいと思います。さあ、それでは早速誰から行ってみましょうか。どうする？もう誰でもいいですよ。じゃんけん、じゃんけん、あ、ね、あ、年齢でも、そうだね、そうだね。じゃあ、うん、和田さんから。じゃあ私からやります。ほんと、はい、じゃあ、あやちゃんが先に稼いで、じゃあ頑張ってあそこらの席に行ってください。一人何個ぐらい書けばいいんですかね。一人150とか。一人100個以上書かないとここに行かないと思う。確かに105ぐらいじゃん。104点なんでもね、100個書けばいいんですか。100以上、最低100個。あの、カナなんとか多分団結って漢字書けないから。書けますよ、私天才だから。あの、バカだもんね。違う、タケちゃんにやりたくない。じゃあ年齢順でいきましょうかね。はい、はい、はい、じゃあ年齢順でいきましょう。それでは、あやちょ、準備はいいですか。はい、これ書けばいいんですよね。目指せ、はい。いつまで書いてればいいんですか、私。これはカンカンという鐘が鳴るまで。うそ、頑張るね。ひたすら、あの、こっちに参加できない。その間ね、そっち参加できないから。頑張ってください。頑張ってください。それでは行きましょう。チャレンジ634スタート。おー、チリ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 。はい、始まった。え、なんて書くの。団結、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 団結。あやちゃん、まず団結って字書けんの。書けるよ。かめご、かめご、書けるよ。怖いな。書けるよ。はい、さあ、ということで、皆さんはね、いくつの団結を、書くことができるのでしょうか。ご注目ください。それでは、一旦 CM です。どうぞどうぞ。 CM 中もですか。J-COM 家族が au スマホを持った。ザックが現れた。なぜだろう。家族がスマホを、ザックがなぜだ。スマホ、ザック、なぜ。一緒でお得、J-COM であの au スマートバリュー入れます。なぜ。目が覚めるとザックになっていた。落ち込んだ。踊ってみた。働いてる？
ザックのくせに。ザック、インターネットもケーブルテレビで。夢か。さあ、東京スカイツリーのふもと、ジャイコムワンダースタジオからお届けしています、ウラン生スマーイエーイ。さあ、それでは早速、ツイッターの方をどんどん見ていきたいなと思います。はい、じゃあこっちどうですかね。なんか気になるのがあったらお願いします。気になるな。気になるの？気になる。目悪いから見えない。いいよ、みんな近く行っていいよ、見て。あ、近く行ったら。結構厳しい、結構厳しい。ねえ、ちょっと、ごめんなさい。すごい厳しい。リナ君を爆荒らさせたら、リナ君を爆荒らさせたいんですが、どうしたらいい？寒気がするって誰？寒気？メイメイのテンションが低い時ってどんな時ですか？あるよ、結構あるもんね。あ、でもこんなのたくさん来ていますが、はい、こんなのどうでしょうかね。どれでしょう。ハロプロの曲で一番今まで先輩たちが歌っていて感動した曲は何ですかっていう、こちらの質問ですね。でも分かり、ナミダッチかな。あ、分かる、分かる、分かる。リンリンの渡らせ、うん、あー、叩いた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 。あ、でも、亀井さんの春日、あ、賛成賛成、全部賛成だね。その時のコンサートの涙っち、あ、全部賛成賛成、私まで涙っち。でも阿部さんのふるさともいい、あー、もうやる、もう全部いいですね。全部いいんだ。全部いいです。そっか、感動した。福田さんは誰が好きなんでしたっけ。阿部夏実さんが大先輩で尊敬してて、うん、好きなのは熊井ゆりなさんです。熊井さんの歌とかはどうなの。安心感ですね。安心感がある、早いっていう歌があるんですけど。あ、安心感で歌があるのね。はい、あの安心感っていう歌があって、もうそれの熊井さんが本当に可愛いんですよ。あ、本当、思い出の曲です。私にとって自分でチケットを取って行ったんですよ、ライブに、うん、あの普通にまだエッグだったんですけど、はいはい、チケット自分で取って いつも行ってたので、ライブを、うん、なんか懐かしいですね、まだ皆さんと同じ立場にいた時代が。そっか、はい、自分で買って行ってたんですね。買ってました。まあ、はい、他に、あ、なんかつんくさんに言いたいことはありますかとかも言ってますよ。つんくさんに、これ言っちゃえばいいんじゃないですか。つんくさんにも、ズバリね。あるけど言え。メイメイ言っちゃおう。メイメイ言っちゃおう。あれか。メイメイ何何何。大丈夫大丈夫。なんでもない。あの、うん、楽屋でうるさいのは私じゃない。間違えた。楽屋でうるさいのは私だけじゃないです。ね、今のもちょっとうるさかったんですけども。ねえ、何メイメイ、それなんて言われたの。そうなんですよ。何それ。なんか私だけ楽屋での過ごし方を指摘されてしまいまして、でもなんか結構私は結構臨機応変と言いますか、はいはい、あの時と場合に応じてする力が自分でもあると思うんですよ。はいはい、例えばこの時は静かにしようとか、うん、あ、わかる。でもなんかそういうことしててもなんか、うん、すごく指摘されてしまい、ダメなの。はい、でもなんかスマイレージ見てるとさ、なんかさ、偉い人がちょっと真面目な話してるときさ、カナナとかちょっとふざけた顔しない？してるしてるしてる。わかるよね。でもしてるかも。わかる？急に変顔しだす。ちょっと真面目な話なのに。言ってもいいですか？うん、何何？さっきのあのこのなんかいろいろここに座って、はい、少しあの本番始まる前にいた時も、うん、私こうやって静かに座ってるのに、はいはい、カナナとかめっちゃ爆笑してて、カナナは結構変顔とかすることが多いよ。してるよね。人を笑わせるっていうか。メイメイはめっちゃ怖い時がある。あのめっちゃ静かなんですよ。一人だけ。みんなワイワイしてる時にそこからいなくなっちゃって、うん、先に楽屋に一人で帰ってたりとか、だからめいめい怒らせちゃったかなと思って。怒ってないですよ。不安になりますけど。すごいトラウマがあるのかな、何かね。いやでも怒ってないですけど。何ですか。あ、どうした。はい、まだやってるんですかこれ。これね、結構思ってる以上に一人ずつの時間長いですからね。急げ急げ。まだまだ行きます。ちなみに今和田さんどんくらいまで書きましたか。あと2行で50文字です。え、まだ早っ。早くないですよ、まだ2ページですよ、うん、まだ50文字だよ。あ、半分ってことですよね、100まで。100以上やんなきゃいけないから、はい、まだ鳴らさないでかね。まだまだ大丈夫ですよ。まだまだ。さあ、じゃあちょっとこれ見ていこうか、ツイッター、はい、どうですか。ラベンダー、ラベンダー、ラベンダー、今日ですよね、ライブ、うん、あ、そうだ、行きたい行きたい行きたい。めっちゃかっこいい、ラベンダーさん。さすが強気なハロプロのちょい川番長。お、なんかありますよ。最新で田中玲奈さんに一言だって。大好き田中さん。田中さん、田中さん。じゃね、今のはあの、営業用で本音を、じゃあお願いします。違います。田中さん超かわいい。田中さん超かわいい、はい、優しい、優しいです。田中さんとじゃあプライベートでも遊んだことある人。知らない。
あ、それはないですか。でもお下がりとかもらえます。あ、そうなの、はい、どんなお下がり、靴下とか。ジャージジャージです。レッスンできるジャージ。じゃあもうボロボロになった汚いやつをもらうってわけだ。いい匂いのジャージです。本当？はい、田中さんの匂いがしました。お、和田さん。田中さんと写真撮ってもらったことあります？うん、デジカメで。50文字終わりました。50文字終わった？すごい。いいよ。でも50文字じゃまだまだですからね。頑張れ。さあ行きましょう。さあ。ツイッターの、あ、なんか来てます。今日の五郎さん、今日の五郎さんのファッションについて言ったこと。じゃあ五郎さん詳しく。いやいや、俺自分で言うのおかしいだろ。大丈夫。あ、でもじゃあ、ちょっと実はそのなんかジャケットシャカシャカしてそう、うん、じゃあさ、お杉さんっぽく言ってよ、みんな。俺のお杉さん、嘘ね。まあそうね。え、ピンコじゃないんでしょ。その白にグレーを合わせるのはいいと思う。やっぱり腕時計じゃない、腕時計。何あ、うん、やっぱりいいよね。そうね。ちょっとじゃあ、あれよ、いいですね。似てるかの。どこがダメですか、今日僕は。ダメ、下が作業着っぽい。ちょっとです。誰が工場長だもん。今日でもないわ。うん、シャツ、いいですね、白いシャツ、白いシャツ、このこれに中をこの、うん、土色で合わせてるのがすごくいい。土色で、なんかさ、肝臓が悪いやつみたいになるから。すごいいいと思います。あ、ほんと、ありがとう。2枚重ねてきてるんですか。いや、熱くなったら脱ごうと思ってたんだけど。え、見たいです。見たい、脱いでください。いや、あのね、びっくり。いや、そうだよな。え、なんか、爽やかさんのその下の茶色いやつ、うん、結構よく見ます。ゆうさつくない。お乳だって、お乳。今日のために買ってくれたんですか。今日のために買ってきたんだ。え、でもなんで、あの、坊主にしてるのに、なんで帽子で着てるの。お前ら、俺をいじるときになったら生き生きしてきたな。え、なんで爽やかさん、帽子のイメージが強い、結構。強い、強い、帽子。すごいバタサイ帽子じゃないよ。靴何センチですか。靴何センチか興味ねえだろ。お前、俺の靴今度くれんのかよ。プレゼント来るかもしれない。いや、くれないよ。いや、生き生きしすぎだよ、お前ら。爽やかさんの誕生日、ハットをあげよう、みんな。いらない、いらないよ。帽子あげる。まだ来てますか。はい、消えちゃった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 ね。見込み中だ。もうちょっと、まだ見てて大丈夫ですか。あ、まだ見てて大丈夫。見たい、見たい。見ましょう、もっと見ましょう。結構欲しい。もっといっぱい送ってー。はい。爽やかさんを引っ張たいて一番いい音が出た人が勝ちゲーム。やろうやろうやろう。そんなゲームない。いやいや、そんなゲームないからさ。伝わりにくい、伝わりにくい。やめて、うん、ダメだよ。うん、なんか他、じゃあどんどん皆さんね、ツイッターこうガンガン読んでいきますんでね、よかったらどん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 送ってくれたら嬉しいなと思います。はい、さあ、あやちょ、どう、疲れてきた。はい。頑張れで。一気に老けたな。頑張ってください。あ、でももうすぐ100いきますか。お、今75。やばいよ、もうちょっと頑張ってくれないと放送時間内に終わりませんよ。爽やかさんのダメなとこは顔。いや、いいわ。さっきからメイポンって子は俺に当たりが強いんだよ。誰だメイポン。誰だメイポン。メイメイのファンの方かな、緑のどうなんだ。はい、まあね、今日もこうやってたくさんファンの方と交流して、1時間やっていきたいと思いますので、はい、皆さん、はい、どうした、手が真っ黒。、うん、よくある小学生みたいなやつだな。小学生、うん、あ、あ、さあ、このままなったということで、さあ、ここで福田さんですか、次は。はい、よしと、あやちょが交代。何万何万。ちなみにどんくらいまでいった。75。やばいんじゃない、はい、ちょっとペース上げて。はい、はい、さあ、ということで、はい、次はこのコーナーに行きたいと思います。先ほども言いましたが、次のコーナーはこちら、ハロプロ名言集テスト。イエーイ。なんだなんだ、はい、なんだなんだ。これですね、皆さんハロプロ大好きですか。はい、はい、ね、先輩たちが今までね、たくさん名言を残しております。はい、その名言を今から私が穴埋めで、誰かすごい鼻息の人いませんか。大丈夫ですか。カナナン、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 絶対カナナンなってるんですよ、本当です。リナプーダ、さっき鼻詰まってるって言ってた。え、今は詰まってないんで、ごめんなさい。大丈夫。じゃあ爽やかさんじゃないですか。俺じゃない、俺じゃない。多分和田さんじゃない。はいはいはい、多分私です。いや、和田さんでした。え、嘘。お前、音響さんが、音響さんがずっとあれあれってなってんだから。あやちゃん、ダメだよ。ダメです。それで返事しないでください。それで返事しないでくださいね。はい、さあ、名言集がたくさんあります。で、ここをね、はい、虫食いで僕が問題出しますので、はい、皆さんは挙手で何と言ったかを当ててもらいたいなと思います。はい、はい、それでは早速いきたいと思います。はい、第1問はこちらです。じゃん。はい、
人を笑顔にしたいのに〇〇〇〇たらおかしいじゃないで。何これ、みんな知ってそう、はい、知ってる人ちょっとあの、はい、言わなくていいから知ってる人手を挙げてください。あ、いない。さあ今会場にいるお客さんで知ってる人、あ、いない、いない、わかったかも。はい、じゃあめいめい、人を笑顔にしたいのに謝ったらおかしいじゃないですか。なるほどね、許してにゃん的な、はい、違います。この丸の数が答えですか、うん、答えの文字っていうか文字数、あ、それはちょっと違いますね、うん、あ、そうなんだ、それは違います。でも文章的にはタラですか。うん、それはタラですね、うん、なんとかあったらってことだよね。なんとかあったら、なんとかなんとか、はい、うん、じゃあ、あやちょ、人を笑顔にしたいのにタラタラしてたらおかしいじゃないですか。それヤンキーじゃないんだよね。タラタラしてそんな駄菓子ありましたけど、うん、はい、他、え、はい、じゃあ人を笑顔にしたいのに、竹ちゃん、人を笑顔にしたいのに貧乏ゆすりしてたらおかしいじゃないですか。やってんのか。いや、わかんないです、私の想像も、あ、私の想像ね。はい、人を笑顔にして貧乏、違います。はい、他なんだろう、じゃあ竹ちゃん、え、本当ですか。人を笑顔にしたいのに、人を笑顔にしたいのに、人を笑顔にしたいのに、うん、転んでたらおかしいじゃない。あ、はい、じゃあ、あやちょ、人を笑顔にしたいのに、うん、イラッとさせたら、おー、あー、違う、それは最近の、まあ、彼女ですよね。あ、分かった、はい、人を笑顔にしたいのに、うん、怒らせたらおかしいじゃないですか。ちょっと近いけど違います。はい、めめ、人を笑顔にしたいのに泣かせたらおかしいじゃないですか。あー、近い近い、もう近い。はい、じゃあ、カラナン、人を笑顔にしたいのに、うん、怒らせ、違います、はい。セラブ、人を笑顔にしたいのに悲しませたらおかしいじゃないですか。惜しい惜しい、はい、人を笑顔にしたいのに困らせたらおかしいじゃないですか。違う違う違う、めめ、人を笑顔にしたいのに寂しませたらいけないじゃないですか。惜しい、自分が〇〇したら、はい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 、はい、じゃあカラナン、人を笑顔にしたいのに泣かせたらおかしいじゃないですか。タケちゃん、人を笑顔にしたいのに自分が泣いたらおかしいじゃないですか。正解、おめでとう、イエーイ、おめでとうございます。そうなんだ、ね、こちらですね、人を笑顔にしたいのに自分が泣いてたらおかしいじゃないですか。おー、かっこいい、かっこいいよね。いい、でもなんかもうちょっと福永さんってもっと怒らせたらとかいうことだと思う。そうだね、多分まだね、あの変になる前の、あ、変に、変になる前の福永さんでしたね。いつのなんですかね、これ、ね、そうでございます。さあ、いきますよ、じゃあ続いてこちらいきましょう。先ほどもありましたモーニング娘。じゅんじゅんさんの名言ですね。おー、ふるさと、お、音楽は世界共通、どこで歌おうが問題じゃない、中国だろうが日本だろうが〇〇だろうがということでございます、はい、さあ、じゃあ竹ちゃん行こう、世界だろうが、違います、はい、はい、海底だろうが、違います。なんで冷たいんですか。はい、はい、あやちょ、トイレだろうが、あ、違います。トイレの神様の人じゃありません。はい、ワールドだろうが、あ、違います。ルー大島じゃないんですから。あ、ワールド、中国だろうが日本だろうが、場所、ちょっとおかしい人がいる。え、ヒントよく見えなくて、ヒントはですね、まあ一応場所でございます。場所、場所というか、まあ名称ですかね。はい、はい、たけちゃん、中野サンプラザだろうが、違います。はい、はい、どんどんちっちゃくなっていってますけどね。はい、めいめい、スカイツリーだろうが、違います。スカイツリーに媚び売るのやめてください。売ってない。はい、他なんだろう、え、はい、はい、おい、カラナ、日本だろうが地面の上だ、違います。なんでですか。違います。どこですか。はい、ヒントはですね、初めに宇宙って誰か言ったっけ。世界、世界って言ったでしょ、はい、だからそういう感じ、大きい宇宙とか、宇宙そういう感じ、はい、ちょっと難しいな、はい、うん、はい、みかん箱の上だろうが。みかん箱の歌、上、ジャイアンじゃないんだから。ジャイアンじゃないんだからね。もっと大きいです。はい、はい、地球だろうが、うん、それ誰か初め言った。え、言いました。言った言った、ごめんなさい、言った、はい、分かんないかな。宇宙、はい、分かんない、もうちょっと考えてください。はい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 、いいよ、誰か分からない。日本だろうが、日本だろうが、うん、宇宙規模だろうが、違うな。ヒントもヒントね、はい、四文字なんですけど、はい、大気、はいはいはい、あ、誰言った？ちょっと。中国だろうが、日本だろうが、大気汚染だろうが、汚染じゃない、え、汚染じゃない、大気汚染で歌うってどういうこと。大気汚染、あのさ、喉壊れるよ、ジュンジュンも、知らないよ、うん、じゃあ行こう。中国だろうが、日本だろうが、太平洋だろうが、太平洋じゃありません、ハワイじゃありません、はい、リナップ、大気現象、大気現象じゃない、大気ですか。カニョン、カニョンも行こう、大気、うん、
県外。さりげなく正解。本当ですか？正解です。待機圏外なんて分かんないだろうな。それはお前勉強してください。怒った怒った。でも待機汚染だと思ってました。でも言われちゃったから。だから、うん、待機汚染だと思って。めっちゃかっこよかった今さりげなくやってて当ててかっこいい。さあということで正解はこちらです。中国だろうが日本だろうが待機圏外だろうかと。はい、じゅんじゅんが言っておりました。さあまだ問題は用意してますよ。はい。あ、ということでここでチャレンジ武蔵は交代。カニはどんぐらい書きました？結構書いたんですけど、うん、ですね、こっからだから1、うん、2、わかんない。でも175に差し掛かるページまで書いた。あ、じゃあそこの100ってところ。じゃあ100は書いたってことだね。めくるんじゃなかったでしたっけ、カレンダー。ひめくりひめくりめくっカレンダーみたいな。あ、そうですね、そこめくっていただいて。100超えたから。すごい、100超えた。あれあれ、あそこですね。あ、逆から。はい、めくるんだい。おあ、はい、100。はい、じゃあチェンジ、次の年上は誰？はい、頑張れ。高菜が交代。団結だぞ。団結。さあ今のところがたけちゃんが1ポイントです。さっきやってたのはこれポイントあるんですか？間違えてこれ私からですか？当てました1回。たけちゃんとカニョが1ポイントで、ポイントなんてあるんですか？ありますよ、カナナンがマイナス。結構初めて知ったっす。さあ次の問題に行きたいと思います。こちらです、はい、じゃじゃん。モーニング娘。道重さゆみさんの名言です。石川さんに会うと○○○○されます。○○○ごめん、○○○ます。はい、石川さんに会うと○○ます。怯えます。それは本音ですか？違います、怯えないですけど、なんかイメージ、うん、イメージ。近いんですよ、実は。近い？はい、近い？はい、近いです。すごく近いです。はい、はい、鳥肌が立ちます。あー、近いです。はい、めめ、はい、背筋が凍ります。正解。すごいぴったりやん。どうなの実際？どう？びっくりして背筋が凍ったからっていうわけではなく、はい、そのドリームスさんに会うと背筋が凍る。背筋が凍るっていうのはもう怖いってこと？怖いです。何かしてくるわけじゃないんですけど、うん、テレビで見てたはずの人が現実世界にいることが怖い。おー、そっか、はい、安田圭以外。いや安田さんも含まれる、はいはい、なるほどね。もう一問ぐらいいっちゃう？いっちゃうか？ラスト1問いっちゃいましょう。はい、さあラストですね、こちらです。さあ私もね、答えを知らないんですよね、これはね。はい、ちょっと見ていいですか？どうぞ。はい、何？はい、わかりました。さあこちら2個になってます。じゃあ丸々は数えてはいけない、そして丸々してもいけない。はい、さあ、あやち行こう。いいよ。リズムは数えてはいけない、そしてリズムをずらしてもいけない。それあなたが言われてることですよね。多分つんくさんに。はい、福田さん。歌割りは数えてはいけない、うん、そして小び売りをしてはいけない。それもあなたが思ってることだね。いいよいいよ。はい、わかる。何？何だろう。何？じゃあたけちゃん。本当にわかんない。何は数えてはいけない？子供？番号は数えてはいけない、うん、そして帽子もしてはいけないって分かんないな。番号じゃないですよ。じゃあ上だけ見せようか。はい、はい、ね、はい、難しいから。なんかパフォーマンス的なことですか？いや違います、もう努力。努力、あー、はい、あ、分かった。努力は数えてはいけない、うん、そして頑張ったよって自分で言っちゃいけない。惜しい、ニュアンス合ってる。あやちゃん緊張してると言ってはいけない。違います。はいはいはい、はい、はい、じゃあめめ、努力は、うん、数えてはいけない、そして自慢してもいけない。もうほとんど合ってる。はいはいはい、はい、努力は数えてはいけない、そして公言してもいけない。いやもうね、言い方次第。はいはいはい、あ、じゃあ、はい、リラプ、努力は数えてはいけない、うん、そして後悔をしてはいけない。違う、はいはいはい、たけちゃん努力はしてはいけない、うん、そして人に言ってもいけない。違う、もうカナダ、カナダ行こう。はい、努力は数えてはいけない、うんうん、団結してもいけない。あ、違う違う、うん、違う、全然違う。え、待って待って、何してもいけないの？さあ、惜しいんだよ、自慢とか。努力は数えてはいけない、うん、そしてアピールしてもいけない。違うな、はい、あいじょ、なんだろう。努力は数えてはいけない、そして自分で言ってもいけない。もうね、じゃあ、はい、始めてみて、自分にしてもいけない。見せ、一回カナダ行こう、カナダ行こう。見せつけてはいけない。あ、全然違います。ですか？メイメイ行こう、メイメイ。見せてもいけない。違う、はいはい、見せびらかしてもいけない。正解、めでこう、めでこう。
いやー盛り上がったね。疲れましたね。はい。さあということでこんな名言が飛び出しておりますよ。すごい。ね、皆さんもこれからねどんどん名言をね、はい、出せるように、はい、残したい、残せるようにね、残したい、夢は大きく無限大、いい言葉じゃないですかね。え、人の言葉、人の言葉ですよ。はい、和田さんはねたくさん名言ありましたね。先ほど見てたら汚い机のことをゴールドデスク大賞と呼んでいたりとかゴールドありましたよ。何ですかそれ。なんか書いてましたよ、ネットの方に。私もあります。何何。ラーメンは3日に1回。それは名言って言うんですかね。それはあなたの、ね、かなり あなたのうちわうちわの名言だよね。名言ですね。はい、じゃあ皆さんね名言を残せるように頑張ってください、はい、以上、はい、ハロプロ名言集テストのコーナーでした。さあということでチャレンジ634団結ノート、カナナ今どんな感じですか。225。おーすごい。カナナこの3秒までよろしく。はい、手はどう、痛くない。手は大丈夫ですね。本当見ないで書いてます。見てないよ。ちょっと手めっちゃ汚いよね。リラブ見てちゃんと書けてる。 G どう。ちょっとケツっていう字が違う。じゃ一緒、そうなんだけど、なんか前の方と比べたらちょっとノートカメラに、うん、まあね、大丈夫、カメラに見して。ででちょっと、なんかちょっとイエーイ。でも急いでる感あっていいね、うん、はい。でもめっちゃ現役の中学生だから、うん、はい、いつも春休みとか夏休みとかに、うん、ノート150字の1ページ、うん、はい、ノート1冊全部書いてきなさいって、はい、うん、初めから最後まで、それで一番最後の日まで忘れてて、うん、1日で全部書いたことあるので、辛い、大丈夫だと思う。それ私、それ和田さんに頼んだんでしょ。でもそうです。ちその前ですよ。本当です。先生見てる、先生見てる、先生見てるよ。さあね、じゃあ団結チャレンジノート皆さん頑張ってくださいね。はい、はい。交代です。次は誰だ。マジで今何ページ。250ページ。やばいよ。あ、やばい。もうちなみにもう30分今経過してますからね、番組が始まって。早い。違う、タケちゃん。タケちゃんがもう2人分ぐらいやるから。無理無理無理。頑張れ。そう、タケちゃん頑張れ。なんかほんと、こういうのがやるとね、もっと字汚くなるから。できるよ、タケちゃんなら。さあ、いきますよ。はい。頑張れ、タケちゃん。さあ、それでは、すごいね。タケちゃんに変わったところで次のコーナーに行きたいと思います。いや、いいですよ。ということで、続いてのコーナー。超難しくて、何これ。生即興アクタートレーニング。はい、ね、さあさあさあ、こちらはですね、演技力をさらにレベルアップしていこうとい こうスマイレージのために用意されたコーナーです、うん、和田さんと福田さんは4月から舞台に挑戦する、はい、4月24日から、うん、もしも国民が首相を選んだらという舞台に出させていただくので、うん、はい、ぜひ見に来てください。はい、綺麗に告知入りました。ありがとうございます。いいですね。はい、ということで、それにはどんどんねやっぱり、演技力もね上がっていかないとダメということで、今回は演技力そしてアドリブ力もますます必要になるスマイレージに2組に分かれていただき即興演技にしていただきます。はい、はい、ただし全員与えられたキーワードを必ず演技中に言っていただきます。はい、それも無理やりではなくその言葉をきれいにその演技中に入れていただきます。はい、そしてうまくやってメンバー同士の団結力を高めていただきたいと思います。はい、はい、なんか最近聞くところによると奥様コントというのを、はい、はい、奥様ごっこ、はい、奥様ごっこっていうのがやってるって聞いたんで、はい、ちょっとそれ一回見せてもらっていいですか。今ですか。今、今ですか。今ですか。今ですか。最近どうかしら。私のうちテストで1位取ったのよ。お子さん、すごいね。すごいね。うちの息子ね、ゴロって名前なんだけど、あら、なんか爽やかすぎてもう大変やだ、うちの子の方がベトベトゴロよ、こっち。やだ、こっちはこってりゴロよ。こっちはこっちはベタベタゴロ。同じじゃん、こっちはあっさりゴロ。ちょっと待ってよ、ね、いいわね、うん、分かったけど後半から俺の悪口になってる。なるほどね、みんながおばちゃんになっておばちゃんっぽくやるの。奥様です。あ、奥様っぽくね。奥様ですね。もっといい言い方ですね。高級な、はい、あ、いいじゃない。住宅街に住んでる人たちの井戸端会議をやるような、はい、これもでも即興コント、はい、まあね、アクタートレーニングでございます、はい、さあそれでは早速やってみましょうか。今回はですね、こちらチームを2チームに分けたいと思います。はい、はい、和田さんチーム、福田さんチーム、はい、これも独断と偏見で決めさせてもらいました、はい、和田さんチームはカナナンとリナップ、はい、はい、
で福田さんチームはメイメイとタケちゃん、はい、そうですね、はい、タケちゃんは後で、今大ピンチです、はい、今大ピンチなんで腕が痛い、やばい、頑張れ。じゃあそれでは早速最初はダーマチームから、はい、いきたいと思います、はい、読めないこの字、聞いてください、これをよくこういう番組とかでやると、なんか台本なのとかすごい言われるんですよ。そうなんですよ、全然台本なんてないのに、全く台本じゃない、全くない、ないないない、でもそれすっごい言われるんですよ。あれ嘘じゃねえかと、はい、違うよね。じゃあ今タイトルもらってもいいですよ。いいですよ、お客さんから、いいですよ、どうぞ。だって台本作れないよね、カナンがプライベートでやってるわけだもん。じゃあまずね、一個ずつ必ず言わなきゃいけない言葉を選んでください。じゃん、一石二鳥、はい、じゃん、入学式、あれどういうか、じゃん、ボールペン、はい、これを結構、え、これ一人、これも自分のやつを言えばいいんですか。必ず、いや今からの1分、なんかさ、これとこれからのこれとか結構いけそうな感じ、いけそう、つながりがある、設定はもうほんと自由です、はい、なんでもいいです、頑張れ、嘘でしょ、じゃあ、何何今の OK ですか、間違いますよ、それでは、すごい、準備は OK ですか、字が汚くてやばい、いきますよ、それでは和田チームから行ってもらいたいと思います。生即興アクタートレーニングスタート、はい、あのね、もうすぐ入学式じゃない、そうよね、それでさ、文房具とか結構もう買わなきゃいけなくて、そうよね、お金が大変なのよ、うちの子はやっぱりあのボールペンとか、あーそうよね、あとシャーペンとか鉛筆とか消しゴムとか、私ね、ボールペンとシャーペン2個ついてる、一石二鳥、絶対いいよね、でもね、それね、いくらで買わされたと思う、200円300円、うちの子2万よ、2万、高いよそれは、小学生でしょ、私のスーツだから、去年あるやつ着てみて、もうお腹が入らないのよ、やだ、もう算数してもらわないといけないわね、ほんとに、そうよね、終了、すごい、いや素晴らしいじゃないですか、もうちょっと長くやりたかった、もう一回で後でやろうか、はい、いや素晴らしい素晴らしい、今のは完全に話もつながっていましたし、よくできてたんじゃないですか、素晴らしいですよ、やった、さあ続いて福田チーム行ってもらいたいと思いますが、ここで終わり、あとちょっと交代ですか、あ、じゃあチャレンジの交代、300、もうちょっとで、うん、なんか325いく、おじゃあ300のところめくって、すごい、うん、もう腕がパワー、そうそう、あ、そう、忘れてた、じゃあリナプーにチャレンジは交代です、頑張れリナプー、これでもね、身を捨てて字を抜きたいんです、よし、行こう、ぜひ行っちゃおうか、ちょっと待ってください、行、はい、きます、じゃあ後で見せようか、うん、書きますよ、書いていいですか、じゃあ皆さん、はい、これで頑張って、大丈夫かも、それではな、じゃあ、はい、見せてください、振り込め詐欺、お、はい、目は経済成長、むず、花粉症、あら、それでは準備 OK、 はい、はい、3人の即興コントです、どうぞ、奥さんちょっと、もう4月じゃない、4月ね、私花粉症ひどいのよ、いやでもいつもよりね、いつもより鼻声よ、あ、ほんとやっぱり、うん、大丈夫、もうなんかもういろんな花粉が入っちゃって、もうほんとにつらいのよ、最近そういえばなんかあったんだって、あったね、息子が一人暮らし始めたの、うん、あ、でまあそろそろね、お金とかいる頃かなって思ってたな、お家に電話来て、オレオレって言うのよ、でも声が息子だから、私詐欺とか振り込め詐欺とかもうかからないね、あの自信があったのよ、でもオレオレ今すぐ100万振り込めって言って、まあでももうそろそろもうあれよね、なんかこう学校の教材買う頃だったから、もう100万ぐらいするのかなと思って払っちゃったら、案の定引っかかったの、振り込め詐欺、もう最悪やめ、でもまあ私のおかげでね、経済とか回ったんじゃないかしら、そうなの、でも今いろいろスカイツリーもできてたりとかするから、まあ経済成長の時期じゃない、ものすごい強引ですね、成長してるんじゃないのよ、成長したわよ、いや私の息子も、終了、今のは強引なパスでしたね、全員、いやいや待ってください、これ難しい、さっきのちゃんと1個の話の中でね、難しいじゃないですか、めっちゃ簡単、入学式、じゃあ分かりました、今もじゃあ、うん、ちょっとやっぱ2人も入ろう、あ、じゃあ、5人で行こう、じゃあお題変えましょう、お題変えましょう、じゃあ貸して、そうだね、お題変えよう、お題変えて、貸して貸して、はい、お願いします、ミラプー頑張って、頑張れ頑張れよ、500まで、まだ見ちゃダメだよ、500、それは無理だよ、自分も見てない、見てない、じゃあこれ
じゃあ、はい、かけちゃんから、はい、はい、いっせーのーせ、高速。あ、カナナまだ見ちゃダメ。カナナ、高速です。いっせーのーせ、高速。アベノミスクってなんですかこれ。アベノミックス、なんか飲み物。さあさあ、スマートフォン。おお、ドラ抜き。おお、横綱。さあこちらで行ってもらいましょう。何これ。それでは行きます。即興アクタートレーニングスタート。で聞いて、もうね、うちの息子がもう優しすぎて、そうだったの。うちのね、息子のね、まあ息子のおばあちゃん、まあ息子、私のお母さんなんだけど、そうだね、そうやって言えば分かりやすいね。ちょっと亡くなってね、もう泣いてて。それはもらい泣きじゃない。そうだけどな、私は泣かなかったの、息子が泣いてたから私も泣いちゃった。違う、泣いてる。あなたの親だから、あなたが泣くのが先だよ多分。あれあれ、うちの息子ね、最近スマートフォンっていうのが流行りのやつで、もそれで今あの動画見れるじゃない、いつももらい泣き聞いてるのよ。もうだよ、うちの息子も。違う、学校がスマートフォン持ってちゃいけないっていう校則があるのね。なのに持ってくの。あ、ちょっと聞いて、うちの横綱だから。え、すごいね。え、白鵬のお母さんなの。白鵬のお母さんね。あのお宅の、あの和田さん家のお家から夕方ちゃんこ鍋の匂いするわよ。あらあら、ごめんなさい。私ん家も帰り帰ってくるって、あれいい匂いしてるなって。スマートフォンも潰しちゃうのよ、だから。もうお腹が大きくて、見えないからブーンって潰しちゃうのよ。あなたん家のね、あなたん家のお子さんにね、ご飯あげたらね、ありがとうございますなって。ごっちゃそれとちょっと聞いて聞いて、もう。最近スマートフォンと iPhone とアベノミクスって結構戦ってるじゃない、三者の。そうよね。あれ大変よね、使うの。安倍さんちのミックス終了。安倍のミックスって何だこれ。安倍さんちのミックスじゃありませんよ。安倍さんの政策。違います。なんか金みたいな感じですか。違います。アミノサプリ。安倍のミックス何ですかお兄さん。さわやかさん何ですか。え、爽やかさん知らないんですか。爽やかさんが答えてください。あれでなんかあれですよね。何ですか。あのみんなわかんない。わかんないの。あ、わかった。わかる人。奥さんちょっとわかんないの。あら、私ね、アミノミクス知らないの。知らない、知らない。チーズかまぼこが好きだから。あー、やっぱりチーズかまぼこいいわよね。おいしいよね。横綱なん大好きなんじゃない、チーズかまぼこ。いや、うちは明太かまぼこよ。明太の方。おばさん、今日ちょっと声枯れてるの。そうなの。カラオケ的なのかしら、カラオケ。あなた、ちょっとこの前、なんか女装していなかったですか。してない、やめて。言わないって約束。すみません。ちょっと、危ないわね。斉藤さんちのお父さんじゃないよ。やめて。言わないって約束。それ作っちゃうわよ。ごめんなさい、間違えて言っちゃって。でももうなんかそろそろ今の時間だとヒゲとか生えてきてるわよ。生えないもん私。生えてるわよ。生えません。どう見ても見た目が男なんだけど。そんなことないもん。ベリーショートだしね。無理じゃない、無理じゃない。どうしてそんな髪型にしちゃったの。あなたここの手真っ黒。頑張った感じでよ。頑張った印。終了。あのアベノミクスなんですか。アベノミクスは実際何なんですか。お客さん、捨てる人、天才な人。教えてください。あ、いる、外にいる、外にいる。外の人は聞こえないんだ。何、聞こえる。体で表現、体で表現。しーちゃん、一回静かにお願いします。アベノミクスとは体でやってくれてる。割る、ボールを割る、破裂する、お願いする。ボールを、あれだ、こういうやつ、靴玉。すっぽん、すっぽんってやつ、すっぽん。違う違う違う。ボールを殴って割れたら俺の本能だ。違うよ、そんなの。待って待って、爆発。お金。お金。はい、ということで CM でーす。気になる。経済爆発。ジェイカーメン。家族が au スマホを持った。ザックが現れた。なぜだろう。家族がスマホを、ザックがなぜだ。スマホ、ザック、なぜ。一緒でお得、Jコムであの au スマートバリュー入れます。なぜ。目が覚めるとザックになっていた。落ち込んだ。踊ってみた。働いてる？ザックのくせに。ザック、インターネットもケーブルテレビで。目か。さあさあ、申し訳ないです。和田さんが言ってたのはあながち間違ってなかったと。アベノミクス、だから
安倍さんの政権？私もじゃあ安倍さんちの経済成長。経済成長？安倍さんちの経済成長。あ、本当なんだ。じゃあ、ごめんなさいね、勉強してこないとね。安倍さん、さあさあさあ、とやってる間にリナップがもう黙々と書いてくれてます。ありがとう。はい、で、なんか425ページをもう終わります。おお、早い。425ページってさ、すごい。ページ目、5団結ね。うん、42005ページ。すごいね。5文字目。5段階じゃない。リナプ疲れてないまだ。大丈夫、まだまだいける。さすがです。さあ、ということでですね、またツイッターの方ちょっと見ていきたいなと思います。はい、楽しかったよ今の。あれ、なんでみんな持ってないの。ちょっと待ってくださいね。じゃあ回収します。横綱、横綱も大丈夫ですよ。横綱バイバイ。はい、クオリティの高い井戸端会議。高い、なんて呼ぶんですか。井戸端会議。あ、井戸端会議か。でもちょっとテーマがあると難しいですね。ちょっと難しいね。ない方が簡単。結局でも皆さん奥様になっちゃうんだね。楽しい奥様や。お茶楽しい。奥様楽しい。そっかそっか。さあ、アベノミクスは安倍さんのエコノミクスの造語だ。すごい。なるほどね。すごい。覚えたか。ありがとうございます。あ、来ましたよまた。でもこれ絶対調べて書いた。確かに。はい、やめてください。自由民党丸までついて、うん、首都の政治家安倍。さあさあさあ、安倍晋三。なんかリナプーが生き生きしてるだって。ね、リナプーが生き生きしてるだって。頑張れリナプーが生き生き。頑張る、生き生きリナプー。さあ、こっち来ましたよ。スマイレージのリーダーは和田さんですが、他のメンバーの皆さんも何か役職を決めてみてはいかがですか。役職って何。あの、リーダーとかさ、例えば。でもそういうのやるとめんどくさいですよ。めんどくさいよ。じゃあ今日だけ決めてみようか。はい、ゴミ当番、ゴミ当番。じゃあ、あやちょがリーダーだから、一応全員のパッとサブリーダー。あー、じゃあどうしたらいいですかね。じゃあ福田さんは、はい、サブリーダーがいいです。でもそれじゃ普通じゃないですか。普通だよね。うん。だから無職メイメイがサブリーダーで。やったー。おーおお。あ、じゃあカナナン、カナナでリーダー。カナナリーダーにしましょう。リーダーで。今日はカナナリーダーね。リーダーをやっている中西かなです。スマイレージのリーダー、スマイレージのリーダー、中西かなで。あ、いいね、そんな感じでやる。じゃあ決めちゃいこうよ。じゃあ、たけちゃんは何。永遠の少年でいい。じゃあ永遠の少年。永遠の少年、乙女少年。やだ。永遠の乙女少年。永遠の乙女少年。役の男。うん、男。男で、じゃあもうちょっと男の子になりきってみたら。今日、竹内竹雄。は？竹雄じゃない、あかり、あかりなんつったの。赤尾。じゃあ赤尾だった。赤尾くんでいいね。赤尾くん。赤尾に。じゃああかり、今日今から声低くして喋りますね。わかった。おお。わかった。おお、失礼。竹内は赤尾です。じゃあスマイレージの男の子担当。スマイレージの男の子。じゃああやちゃんどうしますか。あや、何にしようかな。かのちゃん何する？何でもいい。どうしよう。決めてください。決める。なんかないかな。じゃあ無職でいい。無職でいいの。無職の福田カノンです。はい、ニート。無職の福田カノンです。寂しいな。はい、無職の福田カノンです。じゃあ、めいめいは。私って何ですか。ペット。あの、ご飯食べ係。ああ、ご飯食べ係。ご飯食べ係。だってさ、今日パスタとカレー食べてたんですよ。お昼に2個。なんか足りないとか言ってカレーとパスタ2個食べてた。みんなカレー1つとかパスタ1つとかなのに、メイだけその普通に2人前ぐらい食べてたんですよ、2人分。だから、ま、あの、前に出てくるサラダも2個、デザートも2個、あとドリンクバー。横綱じゃん、もう。え、これはね、すいません、これって突入したら書いていいんで、これ書いていいんでってことか。そうです。どんどん終わったね。はい。え、500。さあ、他にはじゃあ、あと134。ツイッター来てますかね。リラプはなんだよな。さあ、お待ちしてます。どんどん皆さん送ってください。お願いします。さあ、来ますかね。頑張れ。なんかスマイルレージのマイブーム教えてって言ってますけど、やっぱあれ、さっきの他にもいろいろありますよ。あります、いろいろあります。なになに。超ありますよ。なんですか。しりとりとか。しりとり、人が言いそうな。言いそうなこと。しりとり、奥様しりとりやってみるか。じゃあ一回。あ、でもそっちから。人が言いそうな。奥様。奥様、
やだ、この前うちの息子のテストが悪かったのよ。横浜のスーパーは安売りしてるらしいよ。また言おうかよ。甘いの言ってたよ。よからですよ。よ、うん、ヨット乗ると船酔いするのよ。奥様関係ないけどね。よ、うん、よ奥様は関係ないけど。よがないのにさあ、ピンポン押さないでくれる？ピンポンだし。ルーですね。ルーレットもさあ、難しいのよね、この年になると。とトマト痩せるみたい。トマト痩せるみたい。いい、リナプ？リナプいい。いい？いちごも安いわ。わわわわわわワンダフォーね。ねえねえ、猫最近来ない？あ、間違えた。言いそうだね。言いそう。面白い。磯野さん、もうカツオ持ってくるのやめてちょうだい。いやさあ、あんたんちのさあ、子供どうなってんのよ。よ、はい、よよもう、違う遊びしましょう。終了。まだあるから、まだあるわ。終了。守り守り。ということで、チャレンジ634交代です。そう、やばい、リラプおかえり。そうそうそう、頑張ってもって、残り、福田さんとメイちゃん、頑張って、残りメイメイとカノン、これお願いします。歌を守る。さあ、ありがとうございます。じゃあもう残り全部私が書きます。そうよ、頑張ってね、メイメイ。やば、黒。はい、めっちゃ黒。じゃあ、ツイッターの方もどんどんお待ちしております。はい。さあ、ということで、続きましては皆さん、新曲出ましたね。はい、ということで、はいはい、旅立ちの春が来たを、が用意してますか。はい、こちらですね。来ました。ミュージックビデオですね。これどんな感じの歌なんですか、和田さん。これは卒業ソングなんですけど、うん、すっごく爽やかで春らしい曲ですね。春らしい曲、はい。カナナちょっと踊ってよ。やめてよ。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、やめて、ちょっとだけ、ちょっとだけ、あぶちゃっ、え、タケさん、ちょっとだけ、タケさん、ちょっとだけ、ちょっとだけ。おー、いいね。おー、いいよ。あ、いいよ。タケちゃんないの？こうやってなんかさ、こういうのないの、タケちゃん？ないですよ。タケちゃん、タケちゃん、前こういうのやってたじゃん、なんか。やってよ。やってよ。やってないですよ。本当にやってない。え、いつの、いつの PV ですか？前の PV であったよ。寒いね。寒いね。やってないですよ。本当にやってない。はい。さあ、こんな曲でございますが、カニョン、どうですか、聞きどころは？私ですか？聞きどころは、でもやっぱこの悲しい曲じゃなくて、旅立ちっていう単語があるのに明るい曲なので、聴いてて元気をもらえるところです。どんな人に聴いてもらいたいですか？卒業生。卒業生。卒業生か。でも、うん、卒業生もいいですけど、やっぱ新学期になるので、やっぱそれぞれ変わるじゃないですか、誰でも。だからいろんな人に聴いてもらいたいですね。いろんな人にね。はい、うん。今回このダンスの中、特徴的な動きとかあるんですか？みんながやれる、真似できる。なんだろう、どこどこ教えて、俺に教えてよ。てててて、あのバイオリンを弾く振りとかがあります。タタ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 できた、できた、みんなでできるね、これはね。いいね。
はい。さあ、そしてですね、5月には3周年を迎えるスマイルにとって松田に成長を感じさせる一曲でございます。そして最後にもう一つ、スマイレージの皆さん、5月22日にアルバムのリリースが決定しました。いや、楽しみだね。楽しみです。ねえ、はい、これまだ内容とかは、いや、でも、うん、曲をもう去年の秋ツアーで披露しちゃったんですよ。お、はい、そうなんです。多分でもそれにプラスされて、ね、また曲が多分増えると思うので、いいですね、はい、楽しみ、楽しみでございます。はい、5月にはメジャーデビュー3周年を迎えるスマイルエッジですから、アルバムと合わせてますます楽しみです。ぜひ皆さんお楽しみに。お楽しみに。さあ、そしてですね、番組中休まず6人全員でチャレンジしてきました団結ノート、どうなっているでしょうかね。すごい真剣。すごいね。すごい。ちょっとじゃあリナップ成功って出た気がしたんで、リナップ今どんくらいまで行ってか見てもらっていい？うん、670、あ、違う、間違えた、575ページの、なるほど、に突入してますね。570ぐらい。さあ、こっからはもう残り少ない時間で終われるかどうかは、あと何分ですか。さあ、さあ、皆さん楽しんでもらいたいと思います。ちょっとみんな応援しようか。頑張れ、ね、あと5分、あと5分、頑張れ。100ページもないから、あと5分、うん、うん、頑張るよ。えらい、今ねちょっと間違えたんでしょうね、消しゴムで消して書き直してましたから。分かりくして、ただそのままなんかピッて、なんか雰囲気で言っちゃった。カナも雰囲気言っちゃった。なんか間違えて書いちゃったところとか、ダンキチって書いちゃった。ダンキチか、ダンキチ、それダメでしょ。それ車ダンキチさんになっちゃいますから。誰ですか、お笑い漫画道場の。誰それ、知らないですか。なっちゃいますか。ダメですよ、団結ですからね。待って、団結って血合ってるか、あれ漢字間違って、後ろ、あ、合ってます、合ってます。急げ急げ、よかった、よかった、うん、頑張れ。さあ、番組もそろそろ終わり近づいてきておりますよ。頑張らなきゃいけないよ。それではあと1分で終わりにして、え、頑張れ。もう、あ、いいですか。待って、だってみんなもうちょっと最後までやらせていいですか。はい、あ、いいんですか。じゃあみんな応援してね。頑張れ。何カヌー部ですか皆さん。カヌー部の応援ですか、それは。やめてください。さあさあ、番組も終わりに近づいてまいりましたが、まあ軽くね、感想なんかもちょっとお聞きたいなと思いますが、じゃあリナプいかがでしたか。いろん、あ、でも書いてたことが多かったと思うんですけど、はい、なんか初めてじゃないですか、こういうの書くの。まあね、だからちょっと疲れましたね、手が疲れちゃった、手が真っ黒になっちゃいましたもん。でもこれでね、成功したらちょっと団結力は、ちょっと達成感がありますね。達成感ありますよね。さあ、めいめい、あと1分で終了としましょう。え、はい、え、もう3分もかかる。いや、このチャレンジの企画をラスト1分で書き取りは終了とします。番組ではまだちょっとありますよ。え、伸ばしましょうよ、はい、伸ばしましょう、伸ばしましょうよ。これはもうスタッフの一番偉い。え、だってたけちゃんがやった時って、あの劇をやるから中断したじゃないですか、はい、あれってちゃんと時間、いや、あの時は一人残っておりましたから。何が何が、え、たけちゃんと交換して、後に残った。それこそリラップが交換したんじゃなかったでしたっけ。あ、私がその分やったってことですか。やってました。あ、だから長かったんだ。そうです。はい、そうなの。ということで残り1分でございますよ。頑張ってね、ね。さあ、カニョンいかがでしたか。でもすごいあっという間で、スカイツリーに来たことがなかったんですよ。だから友達に自慢します、今日スカイツリーで収録したんだみたいな。かっこいいよね。おかえも絶対言う。かなも。でも本当はしないけど。してますよ。あ、自慢を。はい、やめてください、そのサービストークみたいな。違う、そういう嘘トークみたいなやめてくださいね。なんかやっぱ自慢したらおかしいと思われます、はい、いやでもかっこいいでしょ。そうです ね、うん、誇りになります。誇りになります。はい、じゃあ和田さんは。すっごい楽しかったですね今日。本当、はい、どのコーナーが一番楽しかったですか。うん、やっぱ奥様。でもやっぱりそれをずっとやってたいぐらい。やってたいぐらい。でもなんか久しぶりに爽やかさんが、うん、に会えたのがすごく嬉しかった。いや、ありがとう。あ、めいめいがすごい技を使ってる。なになに、めいめい。四角を書いて、四角を全部書いて、その中にこうやって入れてって。ちょっと撮ってリナップ、それで写してリナップ。カメラで。え、これ撮っちゃっていいんですか。いいよいいよ、なんとなく撮るというか、上げて持ち上げて、それごと、それごと、あ、持ち上がんない、あ、無理か。これをほどけばダメか、取れないか。これをあげれば無理ですか。あ、取れないか。あ、ごめんなさい、無理だそうです。無理だ無理だ。でももういける。さあ、残り何秒ですか。あと3分ですね。3分あります。3分
残り3分あるよ。え、いけるかも、真面目に、これ。え、頑張れ、いけるいけるいける。もう残り、じゃあ、たけちゃんいかがでしたか。感想ですよね。うん、感想。ですね、可愛くちょっと言ってください。可愛く、はい、無理無理、そうじゃない、2個こうやって、こうつけてここに、あ、こうつけて、いや、いいねー、やってやって、もう、この声が定着してきた。いいよ、いいよ、いいよ、いいから、可愛く、可愛い声で、もう誰もそれ期待してないから、もうだってやれって言ったらそっちじゃないですか。たけちゃん、可愛らしく、ちょっと、たけちゃんのファンにさ、可愛く、可愛く、そういうの、そういうの多分、無理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 、そういうの受け付けてない、あかり。いや、ツイッターでもすごい書いてますよ、ほら。嘘です、絶対嘘。いっぱい言ってます。そういう、ほら、全然書いてない。ほら、ほら、春の定番曲にしたいね。乙女たけちゃんが見たいね。ほら、早く。楽しかったでーす。そう。あ、でも、たけちゃんは、あれですよね、自分がダメだと思います。やだーみたいな感じだから、普通に、え、無理です。やだやだみたいな、うん、めっちゃテンション低くいったらもう言われないと思います、うん、無理です。でもなんか、やーなー無理ー、あ、そうだよ、これをまたあれすることに団結力が深まるんじゃない、たけちゃん。無理です。そうだよ、団結力深まる、たけちゃんだから。無理です。無理なの。だから頑張るぴょんって言って、頑張るぴょん、頑張る、頑張るぴょんって、はい、せーの、せーの、せーです、が、せーの、せーで、頑張るぴょん。あらー、かわいい、ね、かわいい、かわいい、このさ、あの名残惜しい顔がかわいい、かわいい、ほんとにかわいい、ね、なんか全部がかわいい、やめろ、やめろじゃあ、カナナはどうでした。はい、あの、今日本当に楽しくて、うん、このくじ、キラキラの中に入ってるくじを引いて、奥様ごっこをいつもと違う感じでやれて、すごい楽しかったなと思いました。ねえ、はい、今日の髪型かわいい、ありがとうございます。かわいい。カナナ、あら、ちょっとなんか大人っぽいね。ね、ありがとうございます。奥様じゃない、マダム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 、タケちゃん、マダム、マダム、マダム、中西、さあさあ、やだそう言ってる間に、そろそろ終了が近づいてまいりますよ。いけるよ、メイ、全然大丈夫、楽勝だ。メイメイはどうなんでしょうかね、メイメイ。でももう終わりますね、メイ。終わるかもしれない。もう終わります。リナップどう、もうそろそろ行きそう。もう終わります、もう終わります。頑張る。さあ、どうだ。もう終わると思う。本当にすごいね。もう終わります、メイ。さあ、自然と実は番組終了時間はもう1分過ぎてます。早い。でも多分もうこれいきました。さあ、お、終了終了終了。さあ、ちょっと待って、ちょっと待って、止まって、止まって、ちょっと待って。さあ、ということで、今ちょうど鐘が鳴ったので、手は止めてくださいね。今ちょっと待って。はい、ということでですね、数えてみたいと思いますので、数える、リーダー、ちょっとノートを持ってきてください。数える、私ですか。はい、私数えたい。さあ、はい、私は席に戻っていいですか。はい、さあ、皆さんちゃんとこうね、団結といっぱいブワーっと、腕ここからも全部団結、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 団結書いてます。さあ、それではいくつ書いたでしょうか。634。緊張の答えです。頼む。ちなみにここ625ページまでは書いてますね。もう途中から丸にプラスって書いてます、ね、新しい感じですね。もう丸プラス丸プラスもうここに関してはもう見てください、和田って書いてますから。え、もう団結って書いてないです。見てください。もう途中から和田、和田、何人か和田彩香がいるんですよ。和田、和田。面白い。はい。面白い。さあ、でも625。さあ、こっちは。あれ？ということは？え？プラス25ですから650。チャレンジ成功。やったー。はい。完全にスタッフが甘いですね。甘いスタッフでよかった。ありがとう、みんな。ありがとう、やったということでですね、これは今後このノートはね、団結ノートとしてスマイレージの団結をより深めると思います、はい、ということで今回はこれをプレゼントいたします。イエーイ。もっと綺麗な字で書いとけばよかった。さあ、和田さんと、和田さんと福田さんは気づいてましたね。和田さんの字、うん、和田さん綺麗、綺麗。でも私一番早く書きましたよ。ね、福田さんちゃんと名前書いてある。そう。の、うん、こっから書くんだよ。赤のちゃんと書いてんの？福田さんも偉いですね。見せちゃっていいですか？うん、多分こっから次は見せられないと思う。必ずやだね。ね、汚すぎる。みんな見せよ。みんな見せよ。必死に書い
て汚くなったって言うんだから、うん、これがカナだね。え、でもメイの字が一番いいね。ダメだよ、メイもやばい。これわかりたメイメイは和田って書いてましたからね。メイメイ汚い、はい、でも頑張りましたよ、うん、頑張った。いや、皆さん頑張りました。ということで今回は団結ノートプレゼントします。ありがとうございます。ありがとうございます。メイメイやっぱりすごい。見てください、はい、これやっぱりね、中学生チームは純粋ですから喜んでくれますけど、高校生チームは別にみたいな顔してる。いやいやいや、懐かしいな。懐かしいなって面白い。確かに、はい、確かに。ということで時刻はですね、もう20時34分です。わー、すっげー。はい、8時半ね、8時半過ぎました。はい、東京スカイツリーのふもと、東京ソラマチになります J-COM ワンダースタジオからお届けしました。裏生スマ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回は団結というものをテーマに、1時間やってまいりましたが、最後にじゃあ代表としてリーダー和田さん、はい、番組の感想よろしくお願いします。やっぱり本当に楽しかったし、うん、このスカイツリーのところでできたのも本当に嬉しくて、うん、抽選された皆さんももちろんなんですけど、うん、外にも皆さん来てくれてたので、そうなんですよね、実はたくさん来てくれてるんですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に、ね、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。でもなんかちょっと近い距離だったので、うん、みんなと直接会話はできなかったけど、うん、なんかジェスチャーとかで、そうね、そうですね、うん、できた気がしますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたね、ぜひここの場所でね、はい、はい、やれるようにみんな頑張っていきましょう。これまでお送りしました団結をテーマにやってまいりました。スマイルジの6人、今後もますます注目してください。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。バイバイ。さようなら。さようなら。バイバイ。申し訳ない、最後にプレゼントがありました。ちょっとすいません、今回のね、番組を記念して、はい、視聴者の皆さんに、はいはい、スマイレージのサイン入りポスターとサイン入り生ポラロイド写真をプレゼントいたします。申し訳ない、忘れていました。応募にはキーワードが必要になります。キーワードは今回の番組テーマでもあった団結でございます。たくさんのご応募お待ちしております。はい、こちらですね、どん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 送ってください。はい、はい、よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。バイバーイ。